手塚山古墳は大阪市住吉区にある古墳。手塚山という地名のルーツである。現在は手塚山古墳は一つだけだが、明治時代までは俗に大帝塚と小三角塚と呼ばれる大小二つの古墳があり、この地に館を持っていた古代豪族の大友氏の大友金村とその子の墓とされていた。ただし、 大友金村は6世紀前半の人物で年代が合致しない。5世紀頃の大友氏の系図は作装し実態が把握できないが、4世紀末の大友氏の人物として、大友武氏が見える。大抵塚の方は、現在の手塚山学院の敷地となり、小三角塚の方が、手塚山古墳として現存している。前方公園墳。手塚山は、元は単に、塚、または、 手塚、手塚山と呼ばれていた。半海線の塚西定流上の名称は、塚の西という意味でその痕跡を伝えていると言えるかも、知れない。明治天皇が大阪に行行幸し、かつての南朝の後村上天皇の御所だった、住吉安宮に滞在し当地に足を運んだことを、記縁に、手塚山という名称に改められたと伝えられる。その一方で、説明書税に、 手塚山の記載が見られることから、江戸時代後期にはすでに手塚山と呼ばれていたとも指摘されている。財団法人住吉村時和会が管理している。1928年には、大阪市により古墳の周囲を含む地域を史跡公園として整備し、手塚山公園とする都市計画事業が立ち上がったが、その後土地の買収が進まず計画は中座している。 墳丘の標高は19.88メートルであり、大阪御艇山のうちの一つとされている。所在地大阪市住吉区手塚山西二丁目八。ありがとうございます。